こんな感じでね、色がついてくるんですね、皮にね。こんな感じのとろみがついたら、もうオッケーなんで。はぁ、うまそうだ。どうも、バットバツ丸です。ということですね、今回ですね、私、バツ丸の作る最高の美味しいパスタ。本当に自信のある嬉しいです。なんで挨拶があれだったのかなっていう風に、今ちょっと後悔してます。今回ですね、無限に食えるパスタ、紹介します。無限パスタ。いろいろあのね、皆さんあのシェフの方とか料理研究家の方とかいろんな方とかね再現してると思う私の思う無限パスタでございます。ガチです。ということで今回はですね、ガチで作る無限パスタ、刮目せよ。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料いきまーす。まずですね、この鶏肉、鶏もも肉、ちょっとたっぷりめです。 120g 使います。鶏の脂もパスタの重要な味の要素になりますので 120g ぐらい、たっぷりの鶏肉を用意してください。あと長ネギです。今回はね、ネギソースで、食べますんで、長ネギを2分の1本、だいたい 60g ぐらい、70g ぐらいのものを用意します。はい。青いところでも白いところでも大丈夫ですが、見た目、見栄えはね、青いところのがいいですね。ニンニクですね。ニンニクが1かけ、たっぷり使います。はい。こちらが、1.6 ミリのスパゲッティ。1.4 ミリでも全然平気なんですけども、今回 1.6 ミリ。結構ね、力強い、ソースのパスタなんで、1.6 ミリ。で、卵が1個。今、M サイズ卵で L サイズ卵にしました。じゃあね、あとは、調味料概要欄に書いてありますんで、チェックしてみてください。なんとね、5本目なんですけどね、全然酔ってないっていうね。なんでかっていうと、本気のレシピが多かったんで、本気のレシピをめちゃめちゃやると全然酔わないっていうね。今回は、糖質、70% オフの、ローソンの、ゴールドマスターを飲みます。あー、うまい。テンション上げていかないといけないんでね、料理をね。はい、じゃあやっていきたいと思います。じゃあまずは、この長ネギをね切っていきます。みじん切りにしてください。あのね、結構火通すんでね、ちょっと粗めでも大丈夫です。そんなに細かいみじん切りじゃなくても全然平気。この辺りでね、あのお湯沸かしといた方がいいです。ちょっとね、あの後でパスタ茹でますんでね、まあ、チャックとそんなにね、あのこう細かいしなくても大丈夫ですね。はい、こんな感じですね。よいしょ。はい、で鶏肉なんですけども、まあ、どうやって切るかって言ったら、まあ、こうあるじゃないですか。大体、まあ、こうあって、で半分に切って、でこいつをまあ大体、まあ、僕はそぎ切りにしちゃいますね。こんな感じで、はい、ちょっとこう小さめの一口大みたいな感じにやっていくといいかなって感じですね。パスタって巻いたりして、口に麺とともに運ぶんで、それを意識した、大きさだといいですね。これぐらいが一口と、あと、パスタも入るかなっていうぐらいですね。はい、こんな感じですね。はい、で切り終わりましたね。軽くね、慣れてる方はここでパスタ茹で始めても大丈夫です。先にソースだけ作っとくのをおすすめします。ここにごま油大体大さじ1杯。大体ね、ここでね、オリーブオイル使ったりするんですけども、今回は無限パスタということで、ごま油のね、あの、こう中毒性のある香りをちょっと乗せていきたい。で、ここに、さっきね、塩コショウした鶏もも肉を入れていきます。で、炒めていきます。これ炒めるときはね、あの、皮面を下にして、この鶏の、この皮の油を出していくのがね、ポイントです。いいですね。いい感じですよ。で、皮根をね、こう、チリチリ焼いていって、油を出して、この皮をね、こう、ちょっとこう、焦げ目をつけるんですね。皮のブヨブヨっていうのがなくなりますんで、ちょっとパリッと仕上げます、これは。火加減はね、中火ぐらいでいいです。皮がパリッとしてる感じ。こんな感じでね、色がついてくるんですね、皮にね。みじん切りにしたネギですね。バッと入れます。バーッと入れます。はい。で、ここに、ちょっとね、ネギさっと炒めたら、白だしが大さじ1半。これでね、これが味のベースになります。ちょっと塩味チックになるかな。みりんが大さじ1。これで甘みとコクをつけていきます。はい。そしてここにお酒です。お酒大さじ1杯。これでね、香り。ね、鶏臭さとかをね、これなくしていく。でね、ちょっと煮詰めます。とりあえず中火で大丈夫ですよ。沸かしてね、全体がとろっとするまで、ごま油と、鶏肉の油分があるんで、結構ね、すぐとろっとしていきます。こんな感じですよ。こんな感じのとろみがついたら、もう OK なんで、はい、ちょっと沸かしたら OK。ね、ごまじゃねえ。ニンニク。で、一かけね、がっつり入れていきます。苦手な方はね、半かけぐらいでもいいです。じゃあ、
タンタンと入れていきます。はい、で混ぜて、ここでね、ニンニクの香りがちょっとね落ち着きますんで、少し沸かしたらもうこれはね置いておく。はい、じゃあお湯沸かしました。ここに塩入れていきます。大体ね塩分濃度 1% ぐらいなんで、これね、まああんまりねこれ測る方あんまり いらっしゃらないと思うんで、ちょっと混ぜて味見してみる。スープぐらいの塩分になったなと思ったら大丈夫。そしたらここに入れていきます。 1.6 ミリのパスタで、これですね、7分茹でなんですけども、6分茹でぐらいで大丈夫。茹でていきます。料理はね、楽しまなきゃいけないんでね、ビールで乾杯。あれ、みんな何持ってんの？俺ら運命共同体だろ。埋もれた名作とかあるけどね、俺の動画。冷やしナポリタンとか超名作だと思ってるけど全然見られてないって。めっちゃおすすめよ。なかなかでも、ね、やっぱニーズと合わさないとね、料理研究が辛いところですよ。じゃがりこ練ったやつが一番見られるんですよ。はいはい、でこれね7分茹でなんですけども、6分で1分前に茹でました。これをザルにあげていくんですけども、この茹で汁ちょっと残しておいてください。この水分調節するかもしれないんで。1分前にあげたってのはどういうことかっていうと、お皿の中でちょうどいい柔らかさにするために1分前に茹でるんですね、これね。さっきのソースね、ちょっと今温めてなかったんでちょっと温めましょう。さっきの、パスタを入れていきます。沸いてきたらそんなに入れなくていいです。はい、こんな感じ。結構ねニンニクの香りがしてくると思うんで、気になる方はね少し火入れるといいです。パスタとこう絡める感じです。で、火入れるときはちょっとね茹で汁入れた方がいいです。大さじ1杯ぐらい入れます。そうするとね、ニンニクがね火が通ってねすごくいい香りになってきます。もし気になる方はね、もっと早めにニンニク入れるとね匂いがねなくなって旨味だけ残りますから、火入れてるんで煮汁をちょっともうちょっと。で、ここで、大事なのが味見ですね。料理を失敗する一番の原因はね、味見をしないことです。お塩が足んなかったらお塩、辛みが足んなかったら、ね、黒コショウとかね、入れたりするといいです。今回はベストな状態になってます。お皿に持っていきます。はい、じゃあ持っていきます。これがね今の段階ですっごいいい香りしてるんですよ。最初にニンニクを焦がしたりしないことによって、後でおろしに加えることによって、やっぱりニンニクのねガツンとした香りが、これがね無限なんですね。うまそうだなこれ。黒胡椒ですね。はい、今回はね結構スパイス感を出したいので、ちょっとねこれ香辛料は多めに入れていきます。香辛料、はい。でここにパラッと、はあうまそうだ。そして卵黄なんですが、飲んだくさい。食品ロス撲滅、もしくは無限油そうめんの貝の浮雲スープを作ってください。でラー油ですね。はい、おーうまそうだ。今春のパスタ、無限油パスタ完成でございます。それではできましたので、いただいていただきます。あー、これ絶対いいでしょ。流れるこの卵黄、卵黄パラダイス。ちょっと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 、いただきます。おお、これ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 、きたきたきた。パスタビール合うなこれ。うまい、これは相当うまいですよ。これ調味料がね完全一体となってますね。いい塩だれがねパスタに絡まってめちゃくちゃうまい。卵黄の雲最高だし、おろしたニンニクも効いてます。でもね嫌な辛さじゃない、ちゃんと熱が通ってて本当に美味しい。鶏肉からもすごい出汁が出てます。ということでモンスターカード召喚、お疲れ様です。最安い無限油パスタ、無限油パスタ、実はこれ一回失敗して取り直してるってね。いただきます。うまっ。これ丸々1本取って、哲ちゃんの反応が悪かったから取り直した。俺のプライドが許さなくて。これはうまいでしょ。これはうまい、これはうまいでしょ。この味なの本当、俺がやったの。少しだけ酢入れてねやるとかなり最後までねガッツリいける。いける、うまっ。パスタと油そば合いの子なんで、しょっぱいのがいいんだったら最後に塩効かせればいいから、これは傑作だと思います。お疲れさまでした。ピース。はい、ということで今回の動画どうでしたでしょうか。1回目失敗して2回目を撮り直したっていう
最近ではなかったんで、すごく僕自信のあるレシピで、この無限パスタ皆さんに食べていただきたいなと思ったんで、久々本気になりました。僕の自信作なので皆さん召し上がってください。うわー、でもこれからもうちょっと副菜とかも力入れていくわ。あ、そう思ってる、うん、バズりそうもない、バズりそうもない料理もやろうと思ってます。今撮ってる、撮ってます、撮ってます。バズりそうもない料理をね、やっぱりね、バズりそうなレシピばっかりやるとね、同じになる。大体味付けとか食材とか、大体鶏肉出しとけばもうみんな見るもんね、あれね。そう、俺がもうこれはいいだろうと思ってゴーヤチャンプル出したらもう全然見らんないよね。ほんとにもう渾身めちゃくちゃ作ったんですよ。もうゴーヤチャンプルみんな見てくれるのもすごいショック。私ショック。